前回は、俺が倒しに行こうしすぎて空回りしたところがあって、今回どこは、倒しに行こうとしたの？ 1ラウンド目から5ラウンドだって1回も俺にパンチ当ててないよね。蹴りも当ててとないりあし。えず、どこ？うるさいんで、言ってよ。本当教えに、て。こう、どこ？茶番みたいどこ？な感じめっで。ちゃ泣きそうやん。どうしたん？お前どうしたどうした？おい、みんな見てるか？おい、こいつ何も言えてねえぞ。頭がかったらそんな、人に傷つくようなこと言わねえ傷し。ついちゃったんだ。それは、大変申し訳ございませんでした。つけちゃってごめんなさい。お前としょんねん。いつでもいいぞ。もう、呆れる感じですね。もう、本当に、どうしようもないやつは、ああいう茶番なことされると、イライラしちゃってしょうがない。怒れば怒るほど僕の方が有利ですからね。僕のファイトスタイルは。因縁の対決、再び。第2代ノックアウトレッドスーパーフライ級王者、新派。昨年12月、スーパーフライ級王座決定戦において、無敗のオッズを判定で下し、王座を体感。経験の差を見せつけた。組んでもいいし、殴り合ってもいいし、蹴り合ってもいいし、どの局面においても彼に僕は劣ってるところはない。くせ者が2階級制覇へ、何度戦おうが封殺する。しっかり試合で結果で黙らせてやろうか。リベンジに燃える19歳、オーツリーク。前戦新谷に勝利しているマサ・ブレイブリーが2ラウンド KO 勝利。王座挑戦への切符をつかんだ。高校を卒業し、キックボクシングに専念した今、さらなる進化を発揮する。お前マジ天狗の鼻折ってんから。お前の方が鼻伸びてんだよ。お前鼻の下伸ばしてるだけだろ。めった打ちにしますよ。この怒りをこのままぶつけてやろうと思います。全乱通して、僕は輝いてる舞台なんで、モブキャラはとっとと見せろって感じですね。因縁の王座決定戦、最後にリングに立っているのは果たして、ノックアウトレッドバンタム級王座決定戦、進化 VS 大津陸。